イガイズ。はい、こんにちは、マロです。さあ、先日ですね、 iMac M4 モデルが登場してね、その美しさに度肝を抜かれ、お股をびしょびしょにした Apple ファンの方もね、たくさんいらっしゃったと思いますけども、それに続きですね、また素晴らしい製品が登場しました。それが Mac mini M4、 M4 Pro モデルでございます。こちらもですね、先日の iMac と同じように12分くらいのね、プレゼン動画が公開されまして、まあ、プチイベントみたいな感じでね、登場しました。これいいよね。今後新製品出すときはこういう動画上げてほしいよね。いやー、出ましたね、 Mac mini。 しかもですね、 Mac mini は吊るしの一番安いモデルだと10万円を切る 94,800円というお手頃感。このご時世に最新チップの Mac を10万円切る価格で購入できるっていうのは、これかなりやばいんじゃないでしょうか。 iPad を含めて現在 M4 を搭載した一番コスパの良いアップル製品と言えるでしょう。しかもアップルは現在環境にも配慮しており、この Mac mini は Mac で初めてカーボンニュートラルを実現したモデルとなっております。地球にも優しい、お財布にも優しい Mac。 ティムは神様にでもなるつもりなのでしょうか。では一体 Mac mini はどのように進化したのでしょうか。皆さんと一緒にちょっと覗いてみましょうか。まず Mac mini は本体が大きく変わりました。その大きさは 12.7cm 四方となっておりまして、以前のモデルよりも底面積が半分以下に小型化されてます。半分以下はすごいよね。パッと見、まあ、厚みも四方も一回り大きい Apple TV くらいの大きさですね。別にね、前のモデルも特別大きいわけじゃないんですけど、よりすっきりですね、デスク周りに設置しやすく、スマートな環境をね、作ることができそうです。発売前から海外メディアのね、ブルームバーグのマーク・ガーマン記者たちが、まあ、本体がね、かなり小型化されると情報を発信してましたけど、ほんとこの人たちすげえな。めっちゃ的中させよるな。ただやっぱりね、発熱とかその拡張性とかの問題もあるので、そこまで小型化しないんだろうと個人的には思っていたんですけど、まさかね、ここまで小さくなるとはびっくりでした。これもね、アップルシリコンの発熱が少なくて高い効率のプロセッサーだからこそなせる技なんでしょうね。本当にやばいっすね。見てください、このサイズの違い。そこまでやるかよって感じですよ。めちゃくちゃコンパクトですね。なんか Mac mini でキャッチボールできそう。キャッチマックですか。本体はですね、正面に USB-C が2つ、そしてハイインピーダンスヘッドホンにも対応したヘッドフォンジャックが装備されており、背面には HDMI 端子、そしてイーサネット端子、そしてサンダーボルトが3つ装備されてます。まあ、ピカチュウ3匹って感じですね。まあ、贅沢言えばやっぱりカードリーダーはちょっと欲しいね。 MacBook Pro も復活してんだから。まだまだね、 SD カードの需要って高いからね。まあ、最近の Apple の PC はね、もうハブ使って当たり前って感じだからしゃあないかもしれないですけど、 iMac と比べると拡張性は全然大丈夫かなって感じがします。あの iMac さ、よくよく考えたらひどいよね。8コアのモデルなんかさ、2ポートしかないんだぜ、デスクトップなのに。これはケチすぎるでしょ。2ポートはさすがにないよ。またですね、背面のサンダーボルトは M4 モデルを選択するとサンダーボルト4、そして M4 プロモデルを選択するとサンダーボルト5と仕様が異なってます。サンダーボルト4と5の違いは、4は複数の 4K ディスプレイに対応しているのに対し、5は複数の 8K ディスプレイや高いリフレッシュレートを持つ複数の 4K ディスプレイに対応しているのが大きな違いですね。またデータの転送速度に関しても、4が 40Gbps のところ、5は最大 80Gbps、 さらに帯域幅ブーストモードを利用すると最大 120Gbps と、まあ早いに越したことはないので5の方が全然いいんですけど、まだね、 8K のモニターとか全然普及してないんでね、まあ、とんでもないでかいデータを取り扱わない限りはサンダーボルト4でも全然いいかなって感じですね。そしてモデルは M4 と初となる M4 Pro の選択が可能。 M4 モデルは10コアの CPU に10コアの GPU、 そして16コアのニューラルエンジン搭載となっておりまして、ラムはね、 24GB と 32GB の選択が可能。最大ストレージは 2TB となっておりまして、対して M4 Pro モデルは12コアの CPU に16コアの GPU、 そして16コアのニューラルエンジン、もしくは14コアの CPU、 20コアの GPU、 16コアのニューラルエンジン搭載モデルのどちらかを選択可能。ラムは最大 64GB、まあ、ストレージも最大 8TB まで選択することが可能となっております。ちなみに構成を全部盛りにしますと698,800円、結構しますね。てかね、アップルはとりあえずストレージ高すぎ。普通にゲーミング PC とかの構成組む時の2倍くらいしますから、このストレージで稼ぐのほんとなんとかしてほしいわ。汚ねえぞティム。そして当然 M4 チップなので、MacOS すごいやと組み合わせることによってアップルインテリジェンスに対応、 AI 関連の機能も快適に楽しむことができそうです。
ちなみに来年の、ね、4月には日本語にも対応すると公式でアナウンスされてますので、まあ、僕のような、ね島国の猿もですね恩恵を受けることができるようになります。エッチな画像もバンバン生成できるのかな、どうなのかな。 M4 モデルの性能は M1 モデルと比較して CPU パフォーマンスが 1.8 倍、 GPU パフォーマンスが 2.2 倍とかなり性能が向上しております。まあなんだかんだね4年前のチップとの比較ですからね、まあ、これくらい向上して当然かと思いますけども、まあ、M4 プロはね CPU も GPU も M4 よりもかなり多いので、まあ、さらに 1. 何倍とか、まあ、2倍近くの、ね、性能がありそうですね。 M4 モデルは最大2枚の 6K ディスプレイとプラス1台の 5K ディスプレイ、 M4 プロモデルは 60Hz で最大3枚の 6K ディスプレイを接続可能です。あのさ 6K ディスプレイってそんな売ってる？僕アップル純正のプロディスプレイしか知らんのやけど、そもそもそんなに出回ってないよね。ということは Mac mini の最大ポテンシャルを生かすなら72万8800円するプロディスプレイを3枚買わないといけないと、220万出せと。ティームよ、ド S すぎるだろう。この画像なんかさ、しれっと3台 6K ディスプレイ使ってんだけどさ、これ240万するからね、とんでもない環境だからね。しかもこのスタンド1本14万4800円しますからね、スタンドだけで50万超えてます。めちゃくちゃとんでもない豪華な環境でしれっと使っておりますよ。これやばいね。これなんだよスタンド15万って、ふざけてるよ。というわけでですね、小さいながらとんでもないパフォーマンス性能を秘めてる、まさに小さな巨人モンスター、わかりやすく言うと Mac 界の堀口教授みたいな感じですかね。 Mac mini はすでに予約が開始され11月8日発売となっております。iMac 24インチと全く同じタイミングとなっておりますね。いち早く手にしたいおしゃまさんはご予約お早めに。というわけでね、過去にガーマンさんたちが発信した通り iMac とね、Mac mini の2つが今週登場しました。いやー彼の情報精度はすごいですね。 Mac mini いいですよね。 M4 吊るしのモデルだと9万円台で購入できる最もコスパのいいモデルですよ。しかもめちゃくちゃ小さいし、まあ、すでにモニターとかキーボードとかある人にとってはめっちゃお手頃ですよね。まあ吊るしだとストレージがね256とかなんで動画作成する人にはちょっと厳しいけどね。でもストレージがっつり盛るとお値段化け物クラスになりますからね。ほんと SSD の価格下げてほしいわティムさん。古い世代のね Mac 使ってて買い替えたい人にとってはかなりいい選択肢じゃないかなと思います。まあ、ラップトップの方が活用できると思うんですけど、まあ高いからね。 Air も決してエントリーモデルとは言えないくらいの高額になってますからね。あの10万円以下で MacBook Air が買えた時代が懐かしいよね。むしろ今考えたらあれこそミラクルだよね。いや自社製チップになったら安くなると思ったんだけどな。そう考えると Mac mini は唯一10万円以下で買えるお手頃 Mac ですよね。お子様に買い与えるとかだといい選択肢になるんじゃないかなと思います。キーボードやモニターは価格を抑えた選択肢がいっぱいありますからね。というわけで残りはあと1つですね。まあ、金曜日までにはね発表されると思いますので、まあ、今日の夜なのか明日の夜なのかあと1製品が登場します。何が登場するのかはね、僕の動画を見ていただいている方だったら予想はつくと思いますけど、そう MacBook Pro でございます。これが本命ですよね。言わずもがなのモンスターラップトップ、 Mac 界の井上尚弥。まあ、お値段もモンスター級ですけど M4 Pro と M4 Max を、ね、搭載したMacBook Pro 14インチとね16インチの登場は間違いないでしょう。まあ、僕もですね現在 M1 Max のね、MacBook Pro を使ってますけども、ほんとデスクトップマシンとして使っていてもめちゃくちゃ快適ですからね。まあ、動画のレンダリングも書き出しもめっちゃ早いしね。まあ、それがね3世代進化するわけですから、これはとんでもないことになりますよ。まあ、僕のコメント欄でもねやっぱり MacBook Pro が本命っていう方もたくさんいらっしゃいます。 Mac といえばこれって感じですよ。一体 M4 Max はねどんなモンスターマシンになるのか、おそらく発表時にはねまたプチイベントの動画も配信されると思いますので、楽しみに待ちましょう。はい、そういうことでね Mac mini M4 モデルが登場したというお話でしたが、いかがでしたでしょうか。まあ、現在ね最もコスパの良い Mac であることは間違いなので、まあ、行っちゃおうかなって考えてる Apple ファンの方もね、少なくないんじゃないかなと思います。皆さん今回 Mac の買い替え検討しておりますか？そういえばコメント欄で娘さんが2人いる方でね、 iMac 24インチを2人の娘さんに早いクリスマスプレゼントとして2台購入しますっていう方がいてね、いやーすっげー優しいパパ、娘さん超羨ましい。まあ僕もいつかね娘が中学生とかになったらねあげたいなとは思うんですけど、勉強とかにもねパソコンで使えますし、あとねタッチタイピングを教えてあげたいんですよ。パソコンとかタブレットでもそうなんですけど、タイピングスキルはオフィスでもこういう動画制作とかでももう活かせないものがないスキルですからね。社会に出るときもね武器の一つになると思いますので、ちょっとね早めに触れさせてあげたいっていうのがありますけどね。ただネットはねやっぱり怖いんで、何でもかんでも与えるとね、まあ、親としてはかなり心配なんで、ママと相談して時期を見てっていう感じですかね。もしね今回 Mac の買い替えを検討してるんだったら、皆さんどのモデル狙いますか？ぜひコメント欄で教えてください。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。
それでは残り一つのね、新製品の発表を待ちましょう。おそらく今年最後のね、アップル製品になると思いますので、それではまた次の動画にも遊びに来てください。今業今業。